ショートレンジで右を当てた後ボネーから踏み込むんではなくて、はい、当てなくなるんでね、はい、この頭をつけて近い距離で、スタミナを削って危ないタイプなので、じゃあ踏み込まないところで勝負しようと、はい、やっぱ小さなパンチを序盤注意という話でしたね、村田さん、はい、受けいく井上拓馬、思い通りの展開に持ち込んでいるのですが、カウンターという点では諸刃の剣、でもどんどんダメージとして蓄積されていきますから、両国国技館リフトで応戦する井上拓馬、結構地に足をつけて打つということは忘れないようにしたいですね。どうしても拓馬にだからできるだけ一発でももらわないよう持っています井上拓馬。